皆さんこんにちは、こんばんは。今回はこの300円のドラえもんのガシャポンを2回回してきました。このガシャポンはカプセルレスということで、カプセルに入ってなくてこのままで出てくるというちょっと珍しいタイプのガシャポンになってます。それでは早速この透明シートを外して組み立ててみます。開けるとこんな感じで、この体の部分が入ってました。あとはラインナップの紙ですね。ラインナップはタケコプター付きのドラえもん A とドロンパ付きのドラえもん B、 秘密道具ミニドラえもん、ミニドラですね。あと元祖ドラえもん、耳がついたドラえもんの全部で4種類で、ここに遊び方、組み立て方が書いてあります。完成。では元祖ドラえもんの方も組み立ててみます。2つとも完成しました。こういう貯金箱があったような気がします。でこれすごい頭でっかちですっごい可愛いです。でサイズが普通のガシャポン、小さいガシャポンの2つ分ぐらいはあるんじゃないかなと思います。でこのカプキャラドラえもんはこの造形が全部多分一緒なので、このドラえもん A はタケコプターがついてて、この B はドロンパと、これは耳がついてないだけで、これは耳ありで、あとは全部色が違うだけなんじゃないかなと思います。それでは今回はこのカプキャラドラえもんを組み立ててみたという動画でした。それでは